い、ということでですね、はい、本日はまあまあ先生とね、まったり喋っちゃおうかなと。はいはい、週に一度そうです、ね、まったりタイムですけどもね、いやでもね、なんかこのコーナー実は隠れファン多いって話なんですよ、はい、長谷川さんとまったり喋るだけ。そうそう、占い関係なくね、占い関係なくなんかオチもないよ。そうそう、オチもないただただ話してるだけっていうこのコーナー。これがもうでもあっていいと思うんですけどね。俺なんだったら7日間全部これでもいいいやいや、それじゃ成り立たなくなるから。いや、ちょっと試しに1週間やってみたい。いや、楽しいけどね。いや、僕先生とこういう話するの楽しいで一番楽だもん。一応でもお題はあるわけで、うんうん、ね、まあ夏休み中ということで、はい、まあ、今ちょうど夏休みね、はい、折り返しすぎて、うん、お子さん方大変かもしれないですよ。そうですね、もう宿題やってるかってね。だから僕ら その長期の夏休みなんてもう大人になってからまあまあ全然ね、うん、ないわけですけど。長谷川さん毎日が夏休みじゃない。いやいや、夏休みなんですけどね、実は長期の休みなんで。いやいや、働いてますから。バイトで、はい、いや、学生時代の夏休みの思い出のね話をしようかなと思うんですけども、はい、僕、小学校の時にですね、うん、その自由研究とかあったじゃないですか、はい、宿題で ね今もあるんですかね。多分あるんじゃないかね、あれね。で、自由研究でその僕がやったっていうのが、その雲日記を書くっていうやつをやったんですよ。雲空の雲、こっちのね、はい、はいはいはい。で、毎日その家の近くの公園の丘の上に登って、うんうん、その日の雲を毎日時間決めて、うん、雲をこうスケッチして、うん、その雲が何に似てたかっていう雲日記です。それ何年生？それは小学校、まあ、5年生ぐらいだと思うんですけど、雲日記ね。雲日記、はい。と雲、実際のある雲の絵を描いて、さらにその雲が何に似てたか。例えば、恐竜に似てたとか。今話してもらえる、ね、そういう雲日記ですよ。犬に似てたとか、はい、っていう日記を毎日返す、はい、でも、まあ、後半に行くにつれてですね、もう何の形かよく分かんないですよね、雲が、うんうんうん、そしたらもうなんか掟破りの綿あめに似てるっていうのがあってそれやっちゃダメだろう。毎日そうなるよね。そうです。だから後半もうなんか1日おきに綿あめに似てるのが出てきたんですよね。なるほどね、っていう思い出がありますよ。いや、しかもだってスケッチってさ、はい、ほぼなんかさ、白い画用紙だったらまんまいけるんじゃない。まあまあそうです。雲なくたってさ、雲ですって言っときゃいいんだけど。まあまあそうですよ、色塗るのは楽でしたけどね、はい、白だったから。さすがだね、丁寧なこと考えてるね。先生 の、 思い出は夏休みの。ああでもね、やっぱりね、溜めて一気に処理するタイプなんで、うん、あ、宿題とか。そう、そういうと聞こえはいいけど、要はやってなくて最後に泣きながらやるタイプなんですけど、ね、でね、はいはい、でね、やっぱり、工作がまああったわけですよ、うん、なんかこう作品作って出せと、何でもいいから、はいはい、まあ、工作ね、出せと、うん、それで、本当にね、8月31日になって、うん、もうね、夜にね、泣きながらどうしようかみたいな状態になって、もう最終日、もう明日の朝持ってかなきゃいけないっていう時に、まだ何もやってなくて、うん、さあどうするよって話になって、はい、ちっちゃいマッチ箱がこうあるじゃないと、今あんまりマッチ箱ってないのかな。いや、ある、まあね、こう中箱と外の側がこうあってですね、うん、あれ1個持ってきて、で外側は一応こう紙貼ってね、綺麗なこうなんだろう、外飾りをつけて、で中箱こう抜いて、中箱あるでしょ、はい、でこう箱の、内側にね、こう斜め対角線に紙やすりを貼るわけなんですよ、うん、でそれだけで作品それ何なんですか、物は。なんていうものなんですか。鉛筆削りってやつなんですね。その斜めになってる紙やすりにこう鉛筆の先端カーって擦ると鉛筆が削れるよっていう。鉛筆削りって削れないでしょそれ。鉛筆削りだって言い張ったんだよ。それでね、それを出したの。出したので出すじゃない。そうするとみんなの作品が揃ったらば、うん、教室の後ろのロッカーの上のところにね、はいはい、それをみんなこう展示するわけですよ。はいはい、やってましたね。でお父さんお母さん来てもらって見てもらいましょうみたいなのがあって、うん、でその時にどれが誰の作品だか分かるために、うん、こう紙切ったやつをこう短冊にしたやつに自分の名前書いて、それを作品にこう貼り付けておけと、はいはい、これが誰のだって分かると、うん、でみんな結構こう立派なものがあって、ここに名前が付いてるわけ、うん、で俺のは短冊の上に作品が載ってる。貼れないですね。はるかに作品がこんなちっちゃい。なんか短冊ごとさ、風で飛んじゃったりするで、親が来た時お前のなかったの。誰か捨てちゃったんじゃないですか、本当に。なんかゴミだと思われたらしくてさ。
タみたいだけど本当なんです。実際あった話ですもんね、はい、まあまあそんなね夏休みの思い出なんかも、はい、もしね皆様あったらコメントいただきたいなと思いますね。計画的に過ごしましょうね夏休みはね、はい、計画的に、はい、以上でございました。